姫路駅の隣に新駅ができるらしい。できてもないのに覗いてみよう。それではスタート。おはようございます。今兵庫県姫路市の山陽線沿いにいます。8月の夏の一日の始まりです。新駅は JR 山陽線の姫路駅と阿賀保駅の間に設置されます。姫路駅がこちら、阿賀保駅がこちらで、新駅はここになります。上りの普通です。この先東方の約 1.8 キロで姫路駅となります。西方は約 2.8 キロで阿賀保駅となります。道路は線路から工事エリアを取るため移動しています。線路は綺麗な直線ですが、姫路駅の高架から地上に降りてくるため緩い勾配があります。新駅は白を基調とした橋上駅舎で、自由通路が設けられます。そして相対式2線のホームで、出口は2箇所となります。工事中の影響が少なくて費用も安価になるのではないでしょうか。来ましたのは寝台特急サンライズ瀬戸出雲号です。現在国内で定期運行している唯一の寝台列車です。供用開始は令和8年2026年春の予定。新駅の南側には手柄山中央公園が広がり、利用者にはとても便利な駅になります。公園はとても広いんですよ。スポーツ施設、温室植物園、水族館などがあるんです。じゃあ行ってみよう。まずは陸上競技場。ウインク陸上競技場と言います。姫路市立ですが、命名権により姫路ケーブルテレビの愛称のウインクが付けられています。陸上競技はもちろんサッカーなどにも使用されます。陸上競技場の上は通路になっています。ペデストリアンデッキでサブトラックや野球場に接続します。またエレベーターもあり、バリアフリー化されています。こちらは体育館、ビクトリーナウインク体育館と言いまして、プロ女子バレーボールチームのビクトリーナ姫路の本拠地となっています。姫路から世界へを合言葉に感動をもたらしています。野球場が見えてきました。ホタテ貝のような波打つ形の屋根が特徴ですね。こちらはウインク球場です。収容人数は約14,000人。プロ野球のオープン戦なども開催されています。外野は芝だ。周囲は緑が多く、散歩にも良さそうです。坂を登ると体育館の上に出ます。この先は工事中で、今後屋内プールやさらに体育館ができるそうです。完成は令和7年度で、新駅とほぼ同時となります。大合唱、いっぱいセミの抜け殻があるよ。次は回転展望台です。近未来的な形をしていますが、平成30年に営業を終了してしまいました。アメリカのロサンゼルス空港の管制塔を似せたそうです。くるくる回る喫茶店として親しまれていましたが、年には勝てません。回ってる時に乗りたかったなぁ。続いては姫路市平和資料館です。
9時30分開館なのでまだ空いてません。戦争時空襲の標的を防ぐため姫路城は黒い網をかけられたと聞きます。そして姫路の町は2度の空襲を受けました。その悲劇と惨禍を後世に残し平和の尊さを学ぶ施設です。続いては太平洋戦全国戦災都市空爆死没者慰霊塔です。歯を地中に埋めた形でもう戦争はしないということを表現しており、建立された10月26日に毎年平和記念式典を決行しているそうです。ここ姫路市での死没者は490名、全国での死没者は50万9800名にもなります。今日も6時30分からはラジオ体操が始まります。展望台から眺めると姫路の町は低い山に囲まれています。真ん中には山陽新幹線が貫いています。そして姫路駅の方向に姫路城が小さく見えます。姫路城は高いところからは大抵見えます。まさに姫路のシンボルなのです。東宝です。駅南のオフィス、高層住宅、そして市役所があります。お、元気にやってんな。こっちも元気なのがいます。ちっちゃな池なんだけどね。スリラー島なんてのもある。下っていくと何やらお城のような建物があり、その向こうは太陽光パネルがあるね。実はここ保育所の時に来たことがあって、当時は砂場があったんだよね。その下は水族館。1966年開館当時から飼育されているアオウミガメが長寿で有名です。国内で飼育されている中で最高齢らしい。この屋根の下のあたりにいるんだよ。手柄山の山頂にも広い駐車場があって便利です。続いて手柄山交流ステーション、ここもまだ空いてません。中にはかつて姫路と手柄山を結んでいたモノレール展示室があるんです。それらは土木遺産として認定されているようだね。公園にはそのモノレールの一部が展示してありましたよ。どの部分かわかりますか？モノレールの台車です。挟み込んでいる部分です。昭和41年5月に開業した姫路モノレールは、姫路大博覧会の足としてまた一つの展示としての意味合いもあったようです。当時のにぎわいが聞こえてきそうです。続いては緑の相談所です。いろんな花があるもんです。中では専門の相談員が園芸に関する相談に乗ってくれるそうですよ。
これはハイビスカスだね。大きい花だよ。夏の暑い時期にひまわりも咲くね。英語ではサンフラワーでしたよね。こちらは知らない草の名ですが、姫路市の蝶のジャコウアゲハの餌になるようです。この草しか食べないなんてグルメだね。たくさん食べて大きくなってください。こちらはサンクガーデンと言います。対称性が美しいですね。さて、温室植物園に向かいます。なだらかな歩道には花や栗が出迎えてくれますよ。被害側は踏まないように注意です。橋を渡ると植物園です。左手に山陽電鉄の手柄駅があるんです。公園の最寄り駅です。ここを登ると入り口ですが、今日は裏に行ってみようかなと。階段にカブトムシ発見。弱っていましたが木に戻しました。裏からは大温室が見え、さらにサギソウの温室がありました。サギソウは姫路市の花なんです。羽ばたいているようでしょ。こんな花もありましたよ。鮮やかだ。公園ではそれぞれの施設に駐車場があり、車で来ることが前提になっているように感じます。上手です。次は県立武道館です。剣道、柔道、薙刀の大会はもちろんですが、フィットネスやヨガの教室も開催されています。武道ってたくさん種類があるんだね。ここにも広い駐車場があるんです。新駅ができると人の流れが変わるかもしれません。この公園で一番見てほしいところがあります。こちらの姫路市立スケートボードパークです。怪我しやすいスポーツで設置しにくかったと思いますが、愛好者が市を動かしたようですね。決まり事もたくさんあります。維持していくことは大変だと思いますが、仲良く怪我なく楽しめたらいいですね。さて、公園は一周した感じですね。本当に広くて楽しめる公園です。また都市のオアシスとして貴重な緑豊かな公園でもあります。一角にはシラサギが住んでいます。姫路の市長なんですよ。それに姫路城の愛称はシラサギ城なんだって。いっぱいいて見とれてしまいますが、頭上には注意しましょう。さて、公園の近くにはバス停があります。しかし1時間に1本程度しかありません。日祝日の方がもっと少ない。公園利用者は乗らないんだろうね。さて、山陽線の北側に来ました。新駅は新快速と普通は全て停車すると思われます。この北側には紀新線が走っています。単線非電化の路線です。そしてスイスシャレーという喫茶店がありますが、後して伺いましょう。ここも姫路駅から地上に降りてくるので下っています。紀新線にもいつか来ますよ。さて、
喫茶店の裏から兜山神社への参道が始まります。長い道です。階段を登っていきましょう。なかなか先が長いね。143段の石段を登り切ると拝殿に到着。軽く息が切れてる。振り返ると手柄山が見える。隣には稲荷神社。ここには本物の狐が住んでいるとか。本殿の裏からは姫路城がわずかに見える。竜の彫り物が力強い。1701年、天照大神を主祭神とし、姫路城の裏肝にあたるこの地に、姫路城の守護神として祀られたそうです。しかし、ここだけ山になっているのって不思議ですね。小川の流れは澄んでいました。さて、喫茶店に戻ってきましたよ。お腹減ったな。シャレーは山小屋っていう意味なんだよ。モーニングは飲み物とプラスするおかずによって金額が決まります。今回はスペシャリティコーヒーとアーモンドトーストにしました。追加料金はありません。昼間はがっつりしたランチもありますよ。そしてメニューの最後のページにはスイスに行ってみたくなるような言葉があるんですよ。来たよ。今日はケニアの豆だって。砂時計が落ちるのを待ってプレス。もういい香りだよ。酸味がきつい。アーモンドトースト到着。甘い香りだ。実はアーモンドトーストって姫路名物なんだよね。サクッとしてうまいな。店内は木が随所に使用されており、山小屋の名にぴったりです。そしてコーヒーにこだわってます。優しく明かりが灯り、くつろぎの空間を演出しています。ごちそうさまでした。外には紀新線の走る姿も見ることができます。長い間使ってきた靴とお別れすることになりました。大きく穴が開いてしまったのです。そこで新品購入、アシックスウォーキングのウォーキングシューズです。ちょっと重いですが、グリップ力が強く、ゴアテックスで防水です。そしてチャック付きで脱ぎ履きしやすい。今後ともよろしくお願いします。さあ、今回は新駅の周辺を見てきました。手柄山中央公園の利用者や周辺地区の住民が待ち望んでいたであろう新駅の建設が始まり、大きく変化していきます。完成後にまた来てみたいと思います。ところで駅名は西姫路駅がいいと思います。手柄山中央公園駅じゃなくて。お願いします。それでは今回はここまで。またお会いしましょう。
チャンネル登録、高評価、よろしくね。